全選手が目指す先全日本選手権に向け各地で激戦が行われています滋が木下関西アイスアリーナで行われているフィギュアスケート近畿選手権昨日女子 SP をご紹介しましたが男子は本日フリーを終えています若い選手も注目なんですが なんといっても近畿男子は10年バンクーバー五輪出場の織田信成選手36大阪スケートクラブがフリートップとなる156.07点をマークし合計230.90点で2位でフィニッシュ冒頭の4回転トーループは回転不足を取られながらも気候すると計7本のジャンプを全て着氷するだけでなくブノは李性氏が振り付けをした新プログラムエンジェルズ カレに演じ切り、監修からも大歓声すごく緊張はあったけど惨めな演技はできないなと思っていたスピンやステップで詰めきれない部分はあったけどジャンプは一つ一つ確実に降りられたのでよかった昨年11月に現役復帰を決断体力を戻すことに重点を置いた作機から進み今期は大技を取り戻そうと励んできた オフは週末にアイスショーが続く中でも休むことなく週初めから競技のトレーニングを消化この日の4回転トーループ着氷につなげた表彰式では優勝した坪井達也がやってくると「おめでとう」と満面の笑みで称えた小田これからも年の離れた選手たちと切磋琢磨しながら競い合っていく。 僕は昭和63年生まれで昭和の生き残りなので同じ大会に出ているのが僕がシニアデビューした時に生まれている子たちだったのでそんな年かと思うけど同じ土俵に上がっているのでみんなライバル存在感をアピールできるようにうざいおじさんでいけるようにしたい今大会の結果で西日本選手権へと進出目標に掲げる12月の全日本選手権出場へと一歩前進した 近畿選手権男子結果は以下の通りです。一位、坪井達也、2 3 2 0九。二位、小田信成、三十点九。三位、片井瀬武呂阿二百七点四七。四位、岸奈優斗、百三点七一。五位、佐々木春也、十四点五七。六位、 本田ルーカス強し194.257位三宅瀬名179.198位三島春樹144.049位勝田空138.8410位小林週36.6211位彦坂翔吾128.3112位前川博史 13位川口誠百116.9714位高浜拓人101.29 <noise>